はい、お願、ね、いです、えー。今回ですね、まずは日本ですね。日本国内でちょっとね、気になる内容がありまして、あの、沖縄、那覇空港の近くでドローンが飛んでました。何のものかわかりません。 このドローンのせいで飛行機の離着陸が、まあ、ちょっと延期されとかあったんですけども、これね、いろんな法律に違反してるらしいんですね。誰がやんねえと。誰が那覇空港でそんなことするんですかっていうとこなんですが、まあ、日本人の方がね、こんなことせえへんと思うんですよね。うん、何がしたいになりますからってなってくると、これ、中国さん怪しいんちゃいますかね。そこの記事、え一旦お伝えします。で、あの、騎士ですね。日本のキッシーも、 イル関係反撃うんぬんかんぬんとか今ねめちゃめちゃすごいスピードで認め出して認めるべきだがもうちゃんとやってかなあかんっていうことで動き出してますだからほんまにねこれあるんちゃうか有事的なことがねあるんじゃないかということ疑いこの記事ですねお伝えします次アメリカですねもうアメリカでトラさん対ビヨンデンのここの情報めちゃめちゃ出てますまずもざっくり言うとカリウドビヨンデンに対して議会で これれ証言されますもうね、もう隠せないですね。この議会で証言するっていうことは、もうもろもろ嘘つけないですから、嘘ついたらもう通のみになりますからね、これがね、出てきます。で、トラさんもこの辺に対して2020年、2024年ではなくて、2020年、あの時の件、全部やってまえと白紙しにして、誰が買ったかこれ証言せえやっていう発言がね、トラさんか これありましたので、<laughs> もしかしたらね、まあ、以前ね、トラさん、あの、大の投了戦出るっていうことを言いましたけども、2024年とは言ってないんですよね。だからこれね、つながるんですかね。いった記事ですね、えー、お伝えしたいと思います。 まずは日本ですね。今、中国とタイの湾関係で沖縄に誘致があるんじゃないかって言われてますけども、謎に那覇空港の近くでドローンが飛行していました。これ警察も動いてまして、航空法違反ではないかということで捜査も始まりました。普通ね、そんなことしませんよね。日本人の方が、あ沖縄の人がこんなことするとな、はないと思うんですけども、じゃあ誰がやっとんねんと。こ中国これ偵察 着てんちゃうんかってねこんな感じですよねあの4日の夜になるんですけども那覇空港の近くでドローンが飛んでることがあの管制官の方が目撃しまして離着陸は1時間半ほど見合わせられましたあさ危ないですか、まあ、ホールズ決まってますそんなことできませんで合わせて7便が目的地の変更などをしたため最大でおよそ7時間の遅れが出たっていうその影響がね出てるんですよね何やってくれても手まんね 案件やと思うんですが、ただの何をやってくれても、お手マン案件ではなくて、ドローンが那覇空港で飛んでた。これがね、すごい気になります。 じゃあ、警察の調査、捜査なんですけども、何者かが無許可で空港周辺でドローンを飛ばしていた疑いがあるとして、航空法違反の疑いで捜査をしています。国土交通省の那覇空港事務所などによりますと、4日、那覇空港の複数の管制官が空港の東側でドローンのようなものでも目撃をしました。で、警察は何者かが無許可でドローンを飛ばしていた疑いがありまして、空港関係者に聞き取りを行い、 詳細な飛行場所の特定を進めるなど違反の疑いの捜査があったんですがこれね誰がやっとんかっていうのが分かんないんですよね。<laughs> もう、間違いなくって言っては分かりませんけども、中国がすごい怪しいなってね、思ってしまう記事がありました。で、日本っていうのは、あの、まあ、ね、ミサのイルとか、その中からこう、一歩行きませんでしたけども、あの騎士がめちゃめちゃ今ね、すごいスピードで、ミサのイル買いますよね、トマホーク買うやどうやこうやあったりとか。 新ミサノイルの防衛で迎撃のみから反撃も可能にということが出てきました。これね、一旦きり紹介します。え、政府は国土安全保障戦略など防衛関連3文書にアメリカの推進するミサノイル統制システムの構築を明記する方向で検討に入りました。検討かい言って。まあ、キッションは何ぼほど検討すんで、ね、まあ、まあ、まあ、あ検討することはいいと思うんですけども、ちゃんと結果出すよと。えー、それはね、ちょっと言いたいと思います。 で、政府は敵のミサのいるのを発射して拠点ですねえ、攻撃する反撃能力を保有する方針を固めていまして、迎撃のみに特化した今の防空システムを改めます、ということをね、あの騎士が言い出しました。だからこれね、あの、まあ、日本が勝手にこう思って、え勝手にこのこ、まあ、行動の前に一個検討があるんですけども、そういうことないと思うんでだ,だから、アメリカ、 アメリカの指示でこれ始まってんちゃうんかと思うんですよね。皆さんこれどうですかね 反撃能力を保有するっていう方針になりますので、アメリカの推進する統合防空ミサのいる防衛を導入する方向で検討に入りましたと。言ったね、まあ、得意の検討から入りますから、今のところキッシーはあの、検討入ったやつで結果出たやつないんちゃいますかね、お前。ほんまに検討士やないで、ね、検討することをまず検討しますで、その検討を加速しますって何やったね、おかしい言ってね。そんな感じでキッシーですね。だから今回 今回はまあ明確にそういったこのアメリカか株支持がまああったとしてですね、えー、動いていくのじゃないかとまあ、そういう記事がありました。 で、そのアメリカなんですけども、まあ今、イーロン・マスクさんいろんなことを暴露してくれてます。で、イーロン・マスクさん以外のところでもいろんな情報が表に出てきています。じゃあ、なんで今まで出てこなかったんですかっていうとこなんですけども、情報の操作ですよね。あのー、まあ、県の悦子さん、県の悦子ブリブリブリやってるから、まあそのツイッターの方でもあの、シャドウバンとかですね、えー、ツイートしてんのに見られへんとか、まあ言うのつべでもいろんな県のエツがありますけども、 ルドメディアここがいいろんな情報を操作していますで、そのしてたっていう情報が連邦選挙委員会が明らかにしました。一番なんかあなたたちが言うんですかっていうところがですね、えー、情報を操作してましたよっていうことを連邦選の協委員会がですね、これ明らかにしました。一旦記事紹介します。これ言ってくれてるのがジャック・ポソビエックさんですね。このチャンネルの方にも結構出てきますけども、あの、トラさん陣営、バリバリのトラさん陣営。 昨年ツイッターは連邦法執行機関からカリウド・ビヨンデンが関与したハッキングですねそういったものっだとかあとリーク作戦を警告されニューヨーク・ポスト紙の記事を県の越するようになった。 だと、連邦選挙委員会に開示をしました。だから結構ね、言ってるところがね、もうそんな感じですね。だから今まで隠されとった内容がめちゃめちゃ、めちゃめちゃ表に出てきてます。 じゃあ、その出てきた内容、ちゃんと対処するんですかっていうとこですけども、今一番、あの、疑いというか、あの、はよやってまいや、って言われてるのは、ビヨンデン一味ですよね、ビヨンデン一味。ビヨンデンと、息子のカリウドビヨンデン。で、このカリウドビヨンデンは、間違いなく悪いことをやってたって、自分のなんか辞書伝でね、なんか言うてましたけども、それに対して調査が入ります。議会で証言します。あの、カリウドビヨンデンが悪いこと要んやってましたよ、っていうことで、つい ツイッターのスタッフこの方が議会で宣誓してですね、えー、全部あのカリウドビヨンデンのことを暴露します言って、えー、そういうことがね始まるみたいですねめっちゃ期待してますよねもうこのままカリウドビヨンデンが狩られるビヨンデンになるんちゃうんかっていうところですね これ会員ですね。トラさん自衛になりました。会員の監視委員会の共和党のトップの方が2020年の第2の統領選に先立って下流のビヨンでのパソコンの話を抑圧することに関与をしたツイッターのスタッフですね。あの時はもうね、めちゃめちゃ、まあトラさんがもうバンされてますから、そういったスタッフが議会にあの出席とか証言をして彼らの行動について全部話をしますっていうことが確定す。 しましただから今まではもうそんなことないんじゃないか陰謀ちゃうんかと言われてましたけどもその実際のやってた言った作業員ですよねスタッフが議会で証言するっていうことが分かりましたこれ共和党のメンバーであるジェームスカマーさんがツイッターの新しい所有者であるイーロン・マスクさんがあのツイッターファイルですねもろもろ内部情報をポロッと一旦出しましたもうこれからはもう決定的な証拠は出るって言われてるんですけどもこの一部を公開した後に金曜日の FOX ニュース に出演をしまして、えー、発言をしましししままて発言ただから、オールドメディアにも出て、ちゃんとこれ宣言してるんですよね。ツイッターのスタッフが全部暴露すんで言って、えー、証言しますえっていうことを言ってますんで。まあ、いつになるのか今現状わかんないんですけども、これね、この証言出てきたら、マジで下流の美ネ年、狩られるヨンネに変わるタイミングをね、来ると思いますので、この情報まだわかり次第続報をお伝えしたいと思います。 で、最後にトラさんですね。トラさんがこれ名言しまして、あの、2020年。 24年じゃなくて2020年のやつ。これをちゃんとやり直せと。もう白紙にして、誰がじゃあ買っとったんやっていうことを宣言せということを言いました。ちょっと記事紹介します。こトラさんがあの、あこですね。ト、え、ゥ、ー、ルイトゥルーソーシャルですね。えー、ツイッターと合体してトゥイツルーソーシャルになったらえやらないかって言われているトゥ、えー、ルーソーシャルの方で、えー、発言をされてまして、あの、まず再選挙、まずやったどないですかと。こんだけビヨンデン1 の悪い行いが出とのに2020年のアントの件そのままでやるんですかとちゃんとやり直しを宣言せえということをね明言されてますのでこれ大詰めちゃいますかねいや確かにね2020年の時、まあ、ビヨンデンたち悪いことをやってたなでもしゃーないかほなねえでほかい言うてほなねで済むかでねそんなことがようさん出てきてますのでまあ、大詰めになってトラさんも、まあ、明言されてましたで、えー、ご視聴 まあこれからですね、イーロン・マスクさんが言ってるやつの決定的な証拠、これもすごい気になりますし、まあこのままビヨンデンが、まあ議会とかでも証言されてですね、悪い行いが明らかになってくると思いますので、ここはね、ビヨンデンさん、ほんまにゴムがベロンデンになるっていう、このタイミングをね、待ちたいと思います。は以上になります。またでとうございます。えー、それね、よろしくお願いします。ありがとうございます。